どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、前髪が伸びてきて邪魔な方向けの大人っぽく見える前髪のアレンジ方法についてご紹介します。前髪がね、やっぱ伸びてきたりとか、あと伸ばし中の方ってね、結構ね、スタイリングどういう風にしたらいいかっていう風にね、悩まれてる方も多いかなと思います。前髪のスタイリングでそんなにこう子供っぽくならない、幼く見えないような大人っぽいスタイリングのやり方についてご紹介します。今日使うものはもうこれだけ、ピン1本だけです。黒いやつとかもあると思うんですけど、ちょっとねこういったシルバーのものだったりとか、あとはちょっとゴールドっぽい感じのものを使うとよりね華やかでおしゃれに見えます。それではね、早速ご紹介していきたいと思います。じゃあまず最初に分け取っていくんですけど、この前髪の一番上の部分ですね、ここから三角の形に前髪を分け取っていきます。まずこう起点に斜めに分け取って、この分け目の部分が黒目の上がったところぐらい、まあ大々で大丈夫なので、この辺の位置で両方分け取ります。こんな感じで分け取った状態です。で、その次にバンをつけていきます。でちょっとで大丈夫ですので、少しだけ持って、この分けた真ん中の髪の毛のこのね根元付近につけていきます。この辺にねつけてないと細かい毛が出てくる可能性もあるので、ね、根元付近につけて、で、まあ、毛先の部分に簡単になじませます。でこの髪の毛を後ろに持ってきて、どちらでも大丈夫なので1回転だけねじります。で、ねじった時に少しね、こう後ろにグッと引っ張るのではなくて、少しね、この前に向かって少し緩めるような感じ。そうするとここにちょっとボリュームが出てくるの分かりますかね。で、出てきた状態でちょっとね、形がおかしかったら少しね、こう広げてあげるような感覚で丸みを出します。で、このままね、だいたいこうまっすぐに分かれてる方が多いと思うので、この毛先の部分をこの分け目に沿わして、ちょっとねおしゃれなヘアピン、黒とかでも大丈夫なんですけど、まあなんかちょっとこういうシルバーだったりとかゴールド系のやつとかでもありかなと思います。次にこうねじったところの根元のこの辺ですね、この辺にピンを留めていきます。ピンを広げて、こう横でもいいんですけど、少しね斜めに前からね斜めに留めてあげると、よりねちょっとおしゃれ感が増します。で、残りのね髪の毛もちょっとねこう内に入ってきたりとかして目にかかって邪魔っていう方も結構いらっしゃるかなと思うので、今日はねこのストレートアイロンちっちゃいで、この横の髪の毛ですねをちょっとね外側に流すようにちょっと軽くカールをつけてあげます。横に流すように、そうすると前髪が邪魔じゃなくなってきてバランスが綺麗になります。はい、ということでね、こんな感じでご紹介させていただきました。で、基本的にね、ピン1本で大丈夫なんですけど、こう細かい毛が出てくる方とかはね、まあバームを使ったりとか、あとはこの横の髪の毛がね、こう前に入ってきやすいよーっていう方に関しては、ストレートアイロンね、で使ってちょっと横に流してあげると、よりね、綺麗に決まりますので、ぜひ参考にしてみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。